5秒前、4、3、2、1秒前からのこちらで締め切らせていただきます。さあ、勝負がエルプー VS1 から33、ゴリリン、34から66、ムーン、67以上がゴータロス。さあ、こちら69ですから、エルプー VS ゴータロス。さあ、ここでゴータロス、エルプー軍を倒すことができれば大金星。さあ、1.67 倍のエルプー VS のゴータロス。さあ、パワープロ軍締め切っていただいて OK です。1.66 倍からの 17.2 倍。そしてゴリリンがこちら 3.34 倍 VS のムーン。ムーンさん、ゴリリン 3.3、ゴリ、1.66 でしょ ?3.、ゴリリン 3.3、2倍からのムーンが 3.4、6倍。エルプー 1.66、ゴータロス 17.2、ゴリリン 3.32 からのムーン 3.46。倍率 OK です。じゃあ、ここで締め切らせてください。合ってますね。LP1.66 VS ゴータロス 17.2 ゴリリン 3.32 VS ムーンが 3.46 からの賞金が、1600の。それでは皆さん放送準備お願いします。いや、大変お待たせしました。これだいたい24時し受付終わりって書いてあるのでね、そこから20分、いやー、いつも20分以上オーバーするね、ひどいね。そういう苦情も来るんだよ、いつもオーバーしすぎじゃねえかこらって来るんですけど、あの、誰も来なかった場合、締め切る時間で行列ができている場合には、あの、その限りではございませんっつってね。さあ、というところで皆さん、こちら放送どこ行きますかね、どこ見ますかね。27時間テレビって事前収録なの？知らない。俺ね、一回そのね、お正月で、あの、弊社のザ・グレート・サスケ出演させていただいたのが一回お正月のね、お笑いコーナーの審査員で呼んでいただいたのが、27時間テレビ。なんでもないです。リアルな話やめよう。27時間テレビでもうすぐドラクエ16も6分も流れるんですよね。マジで6分すごいね。あ、ワルボー放送だ、ワルボー放送。福島強いんか、煽られてますよ。話題になってますよ、あのアニメ流れるんです。アニメがね、27時間テレビのドラクエ始まったら教えてくれ。さあ、それではお好きなタイミングでどうぞ。ワルボーさん VS のゴータロスさん、ゴリリンさん VS のムーン軍、皆様、お好きなタイミングで、開始してください。イクサーさんがやってくれますよ。腕はなまってないんでしょうね。さあ、ワルボー、エルプー、まあ、ある種ゴールデンコンビですね。ここにね、正弘、ワルボー、エルプー、あと一人だっけ。ね、最強の4人組。エルプー、正弘 A 番、エルプー、ワルボー、あと一人。ヒロアキ。あ、ヒロアキも A、ヒロアキ番？ヒロアキ番だっけ？ヒロアキ番だったっけな。
まあじゃあゴールデンコンビだな、バンカー。じゃあゴールデンコンビ、ゴールデンコンビね。さあこのまあワールボーとエルプーってだけでもかなりなインパクトありますけどね。まあコロシアム業界ね、あんまりこうこれまでのフィグコロあんまり知らないけど今見てるという方どんくらいいらっしゃいますか。このワールボーエルプーというのは一時代を築いた、全く知らない方々もねいらっしゃるので、まあまああんまり昔話はほどほどにでございますけどね。まあこのエルプー川の福島ワルボーは知る人と知るこのコロシアム業界のまあ長年トップに君臨していてなお現役というね、かなりまあ今指をこの指折りのトッププレイヤーたちと思っていただいて構いません。まあ本命になるのも頷けますけどね。しかし他に挑んできている奴らもこれは大のコロシアム好きたちでございます。ね。賞金もらえるからコロシアムで、ではなくて、おぉ !2 回で勝つだけで1600万、そんな美味しい話あんの？コロシアム2回勝つだけで、マジで？っていう、まあメンバーたちですよ。うん。もう、ほんとね、みんな1日18時間、20時間コロシアムやる人たちです。ね。まあ、わかりやすく言うと、ほんと、もうグランプリはもう毎日12時間以上ずーっと、もうグランプリ期間ずーっと、まあ、やる人たちですし、まあ、みんなそれこそもうトップ10、もうトップ10争い、まあ、エルプー君なんかは1位だし、ワルボーなんかもトップ4入ってるしね。もうそれこそグランプリでほんと上位の常連になっていた、まあまあ、特にね、一番コロシアムが、盛り上がっていた時に一番活躍していた。まあ、そんな面々でございまして、また新たなね、コロシアムの時代が来るようにと私も今日フィクコロ、枠取らせていただきました。これからもね、新しい新規のプレイヤーの方々、できれば私はこれからね、プレステ4勢やスイッチ勢、YouTube 勢やニコ生勢とね、無理やりにでもそうやって、このね、フィールドを分けての、ガチ決戦やっていきたいですね。今度、まあ、次回やろうと思ってるのが、ドワーフ VS プクリボーとかね。エルフ VS 人間女とかね。まあ、そういうところで分けて、また新人戦も工夫をしていきたいなと思っております。さあ、420対380からのゴジラ、現在リードがゴータロス。いや、なかなかいい試合展開でございますね。まあ、ただね、その観客席はちょっとまだ難しいのかもしれませんけど、まあ、こうやって放送環境、プレステ4バージョンで放送環境が随分手軽にできるようになったっていうのとね、結構まあ、かつて私も野良放送、まあ、野良放送晒しでなんかブーブー言ってる人たち反対派でしたけど、まあ、今では結構それが文化として定着しつつあってね、まあ、暴言吐いた人はしっかり処罰を受けて、皆さんそういうのが抑止力になって、まあ、今ではかなり以前に比べてコロシアム放送も民度が上がっていると、トラブルも少なくなっている、苦情も減っているような、ね、風潮を聞いておりますと、まあ、運営さんもいい方向に舵取りをされたんじゃないかなと、そのように思っております。まあ、運営さんもプロですからね、まあ、最初はそうなる変化があると最初はいろいろあるけど、しばらく 1,2 ヶ月でもやってみて、そこからまた改善しようというもとね、舵取りをされて、まあ、今そんなに悪い方向に進んでないんじゃないかなとか思いますけどね。さあ、421対379ポイント。さあ、現在なんとゴータロス軍リード。さあ、ゴータロス軍、おやおやドラクエの、ドラクエの CM ね。こちらドラクエ CM 始まった。それはそれは結構いい時間。24時30分からいい時間ね。皆さんね、ぜひ、まあ、まあ面白い、まあ面白いあれがあった場合、6分でしょ ?6分ということは、まあこの試合、まあまあ両方見ながらね、言ってほしいですけど、まあ生、冒険者の奇跡ですね。さあ457対343からの1分15秒から。まあ私は冒険者の奇跡で印象的だったのはね、FF の吉田プロデューサーがね、いや正直しんどいっすわって言ったシーンが、僕は一番印象的でした。432からの368からの。まあ僕も、まあ僕もね、まあ吉田、まあ僕も、まあ同じような登場の仕方だったら似たようなこと言っちゃったかなとか思いますけどね。まあなかなか、いや、こんないい話の後で僕いいんですか。しかし正直しんどいっすわってね、もう本当に、ね、なんか、よくぞ、なんか、
頑張ったなっていうね。さあ4973、さあこちらが35秒からでございますが、さあ497対303、まあニコ生入ってるところではちょっとあの流れではまあニコ生とは相性そんなに良くないのかななんてね、まあ思いながら、ニコ生はみんなふざけちゃいますからね、コメントでね、吉田助けてくれとか言って、はい、みんなが感動でジーンとしてんのにニコ生が入るとね、おいどうすんだよこの空気とかね、なんか感動で綺麗な空気なのかもしれないのに、おい重くなったぞみたいなね。あー決まるよ。さあこちら442、あーこれは大丈夫、442からの、うわ危な、おーゴータロス頑張ったんじゃない。さあこちら441対359は、エルプー川の福島アルボ楽勝ではなかったですけど、かなり、最後のシーソーゲームまで見せましたが、ここはエルプーさあ人気に応えましてのナイス勝ち上がりですけど、ゴータロスたち良かったね。いやゴータロスさんたち良かった。朝日さんが今日急遽ね、固定で参戦したのも含めましても、ゴータロス軍の固定、そして朝日さん、今後とも注目のプレイヤーということでいいと思いますね。さあムーンが勝った。おやあれ、人気のゴリリンよりもムーンが勝ちました。さあというところでこちらが、はい皆さん、じゃあ皆さんなんていうかちょっと休憩しますか。皆さん今テレビがいいところというところでね、私もテレビの映像流すわけにはいかないので、ちょっとちょうどトイレ行きたいので、皆さんもね、ぜひ、もう我らがドラクエ10ですからね、ちょっとエルブーさんゴリリンさん、ゴリリンじゃないエルブーさんムーンさん、まあ、どうせだからみんなに注目してもらうために、ちょっと2分休憩しましょう。24時35分再開にしましょう。ぜひとも CM らしいです。丸ちょっと僕トイレ行かせてください。机にはログックスに力入れてきてるのか？
終わりましたね。くぬみがっかり。失礼しました。それでは皆さん、再開させていただいてよろしいか。それでは引き続きこちら。すでに22分の動画上がったよ。はい。トクックスの魅力が全然伝わらなかったクム。結構よくできてたと思うけどクム。CM どうでした？あれやっぱり曲流せないね。ハットプス、わらわら、様子で、ゴムはどっち？というはジププムクフックスレイ&チェイ、グムアル、井戸の家全体どんな感じなのか見たいので遊びに行ってもいいですか？どうぞどうぞ。ここは流れないのね。さあ、開始しました。さあ、ワルボー福島川のエルプ。これどっちサイドがいいですか？ムーンサイドと、ムーンサイド、ワルボーサイド。オッケーです、行きましょう。さあ、ワルボー福島川のエルプ。まあこの4人がまた来てくれただけでもすごく嬉しいですけどね。まあずっとフィギュコロ見てくれさってる方だったらおなじみの4人。さあこの4人でね、この4人、まあレジェンドと言って差し支えないこの4人が、まあ逆に今日ここで勝ってもらわないとちょっとこちらもね、バランス的に難しいというのもありますし、まあ逆にムーンたちが勝ってくれてもまた面白いというのもありますけど、さあ人気では圧倒的にこちらエルプー軍が 1.66 倍。俺なんか文章は受けないよ。ムーンが 3.46 倍。さあここしかし武闘家千部、でも千部魔装ってそんなにこの180スキルが来たからっていう構成でもないね。ただこのワルボーっちゅうのはこれ天才武闘家ですからね。でもやっぱりね、あの LOL なんだよね。ワルボーがその他やっていったのは LOL とかだから、やっぱりこういう PVP のまあ結構プロフェッショナルなんですよね。さあ300対500で、まあ、さらっと取りますね。さあエルプー川野、ワルボー福島がポイント上位4つを独占してからでございますが、まだまだ、こちらが300対500、
レジェンドは鉄人さんね、なんかもういろいろね情報がいろいろ混ざってきてわけわかりませんけど、さあ275対525からの、さあこちらが150ポイントリードからでございますが、600強いね。さあ川野エルブーが200ポイントしっかり抑えて、ここワルボーが、さあワルボーも失ってないですからね、まだ一度も落ちてないですか、ワルボー福島、川野エルブーまだ一度も落ちていない。いやこれはこれは福島のソウルの見事ですけど、さあここで、いやここで落とされる、しっかり合わす。さあワルボーもポイント取る。さあ600個、超強いね。おここでワルボーを落とされますが、556対244、残り半分折り返し。さあここまでは圧倒的に制空権はエルブー軍。さあこの心なしか、このエルプーワルボーなんか生き生きしてるように動きで分かりますね、まあ、同じ動きなんでしょうけど、さあ久々のフィグコロ、さあ多く復活をね望んでくれたフィグコロでございますが、エルプー君そのうち最も強く望んでくれた一人でありますね、クロックス君や、まあ、クロックス君がスカイブあのやってくれって言った時にね、エルプーが入ってこようとした時にもめんどくせえから枠を閉じるというね、そんな門前払いをしてしまいましたが、エルプフィグゴロ復活となるや、どこでもチャットですぐに参加しますっつってね、まあそれはそれでありがたかったですけど、ここでエルプ結果残せるか。さあ554対246でライガークラッシュ。さあワルボー、まあコンも珍しいね、ワルボーといえばやはり爪ですけど、さあここでなぎ払いからで、さあ225対575から残り95秒。さあ川野も戦士で抑えて、エルプーが持ってワルボー、ワルボーがこれだから僕はあれですね、このバトマス的なやっぱりこのねポイントそんな抱えずに、他が落とされないような立ち回りをしていくというところで、混戦殺でこれが落ちない、落ちないがワルボーも耐える。さあワルボー耐えて222対578。まあコロシアンもね、いろいろこう歴史の中でかなりシステムが変わってまいりました。最初はね、HP そのままでしたけど、HP が倍になり、ね、938章が739。こんなないわけですけど、パッシブ、なんでしたか、パッシブが、あ、そうですか、工場委員会独占提供、そりゃすごいね。さあ、341対459で、ここはちょっとじりじり詰め寄られて逆転。さあ、ここで逆転される。福島落とされて逆転で、ウェルブーのマヒアデロス。さあ、かつて発動したら逃げ場のないと言われていた、エルプーのマヒアデロス。あ、これはきついか。さあ、424対376。さあ、残り30秒。さあ、残り30秒で、ここで、ワルボー、タメルニからの。さあ、ワルボー、どこを落としていく。さあ、ワルボー、タクヤムーンを落とさなければ逆転できないが。さあ、ここはどうする、ここはタクヤが落とされそう。ここは、中堅で逃さない。さあ、必中堅逃さずからの、さあ、ここ逆転。さあ、446対354、ライガークラッシュ。さあ、しかし、これ無敵。さあ、無敵状態から福島が落ちる。さあ、メラゾーマ。さあ、エルプー、ここでメラゾーマ。撃ってからがどうなる、こちら430体。で、最後動いて逆転は、お見事。さあ、川野が落としてのラスト1秒逆転。498対302。さあ、さすが最後の局面、全員がしっかりと見ている。さあ、冷静に慌てることなく局面を見てのお見事勝利。いや、すごいね。いや、なんか余裕あったね。そんなに焦ってる感じなかったね。これはお見事。さあ、エルプー、本日は本命同士が取りましてからのエルプー。いや、見事でしたね。もう見応えのあるし。細かい内容は分からずとも、なんかこう、なんとなくこう、なんか、すごいことが行われているんだろうな、的なね。素晴らしい。なんか花があったね。試合に花がありました。さあ、1.66 倍からの。さあ、こちら、ワルボーもさすがでしたね。冷静に一中堅からの返す方なので、ライガークラッシュ。ねえ。でも、まあ、面白いですね。でも別に最後までわからないけど、ちゃんとガチ勢たちは局面を見て、そこでしっかり判断ができれば、これは勝率が上がるということをね、見せてくれてますね。さあ、こちらがエルプー軍ナイス勝利からが、1.66 倍はこちら、お見事、皆様案内勝ち。さあ、エルプー軍、壮烈な復帰戦、壮烈なフィクゴロ。さあ、最強チャンピオン突如誕生というところでよろしいでしょう。
まあ、あとはこいつらを倒してくれる人たちが来てくれるかどうかというのがちょっとフィグゴロの課題になりますね。さあ、8300万ゴールドからがイオピッキー。ありがとうございます。ナイス。さあ、こちらイオピッキーからがこちらが8300万ゴールド。さあ、破産ですが5000万かけての8300万、お見事、イオピッキー。まあ、ちなみにイオピッキーはムーンが来た方のが大きかったかもしれないですね。さあ、こちらイオピッキー、しかしお見事の8300万ゴールド。そして、こちらが、ナックン。さあ、こちら。リオとナックン、YouTube が生んだ大ギャンブラー二人。さあ、ナックンからこちら、ナニヌネノのナックンが、ナックン1660万ゴールド、ナイキャッチ。続いてからのホレン。お、かわいせいやだ。664万ゴールドからのホレン。だからほんとね、フィクサーチームでもね、なんかフィクサーチーム、コロシアム部作りたいみたいな話になっててね。興味ある人は、入ってほしいですね。